はい、こんにちは、116インズです。昨日ですね、岩隈久志選手の引退が発表されましたね。日米通算170勝を挙げた先発投手でして、数多くの球団で素晴らしい活躍を見せた選手が今年ユニフォームを脱ぐこととなってしまいました。岩隈選手といえば、現役選手ではもう数少なくなってしまった近鉄でプレーした経験を持っている選手でして、個人的には子供の頃から見ていた選手がまた一人ユニフォームを脱ぐこととなってしまいましたので、ちょっと寂しい気持ちはありますね。私は NPB ではベイスターズを応援しているんですが、18年オフに巨人に入団することが決まった時、ベイスターズ戦で登板する機会があったらぜひ見に行きたいなと思っていたんですけれども、怪我の影響で巨人に入団してからは一度も一軍で登板することはできなかったので、最後に生で岩隈選手の投球を見ることはできなかったのは非常に残念でならないですね。で、岩隈選手は近鉄、楽天、それから WBC 日本代表で素晴らしい投球をしたというのは皆さんご存知だとは思うんですが、個人的にやっぱり一番印象に残っているのは、私が応援しているマリナーズでプレーしていた時代ですね。この時代の岩隈選手はそれこそマリナーズのエース格として非常に活躍していました。ただ初めにメジャーに来た時は1年総額たったの150万ドルの契約で入団してきた選手でしたので、まさかそんな選手がエース格に成長するなんて、おそらく現地のマリナーズファンは誰も想像していなかったでしょうし、私自身も岩隈選手の故障歴を考えるとメジャーで活躍するのは難しいのかなと感じていた部分もありましたので、そんな疑念を岩隈選手はピッチングで払拭してくれましたね。岩隈選手 MLB では6シーズンプレーしまして、通算63勝、このうち3年間で2桁勝利も挙げましたし、2010年代のマリナーズの先発ローテーションを支えた選手でしたね。この2010年代のマリナーズのエースといえばフェリックス・ヘルナンデスの名前を誰もが挙げると思うんですけれども、岩隈選手もヘルナンデスと同じぐらい先発で計算できた選手でしたし、ヘルナンデスと岩隈選手の2枚看板は非常に頼もしかった、そんな記憶がありますね。そんなマリナーズのエース格として活躍した岩隈選手ですが、 MLB に入るまでは先ほども申し上げた通り1年総額150万ドルと極めて安い契約で入団して、また入ってからも評価は決して高いとは言い難かったですよね。スプリングトレーニングでは先発ローテーション争い繰り広げていましたが、最終的に確かケビン・ミルウッドとヘクター・ノエ氏に負けて、開幕はロングリリーフという立ち位置で迎えました。で、ロングリリーフということもあってなかなか出番が回ってこなくて、開幕15戦目にしてようやく出番が回ってくるなど、岩隈選手はじめは我慢の日々が続きました。その後も2週間に1回程度しか出番が回ってこず、また結果も決して良いとは言い難いような投球内容でしたので、この時期の岩隈選手非常に精神的に参っていたということがスポーツ新聞に寄せた手記にも明かされていましたね。ただ徐々にアメリカでの野球というところに慣れていきまして、6月からは少しずつ登板が増えていったんですね。そして7月にはついに先発ローテーション入り、ここからですね、岩隈選手の真の実力というところが発揮されていくようになりました。岩隈選手の武器であるコントロールの良さが遺憾なく発揮されて、さらにロングリリーフの時代と比べて球の力というところも非常に増したイメージがありましたね。後半戦は先発ローテーションでフル回転しまして、後半戦だけで8勝4敗防御率 2.50 と抜群の安定感を誇りまして、ロングリリーフ時代から一転マリナーズ投手陣に欠かせない存在となりました。この結果、岩隈選手はマリナーズとの2年の契約延長も勝ち取ることができました。続く2年目は岩隈選手にとってキャリア最高の1年となりましたね。この年の岩隈選手は1年間フルで先発ローテーションを守りきりまして、33先発で23回のクオリティスタートと、前年の後半戦の安定感が1年間続いたような、そんなピッチングを見せてくれましたね。200投球回14勝、そして防御率 2.66 と一流の先発投手らしい成績を残しまして、この結果初めてのオールスターにも選出されました。この年の岩隈選手はとりあえず先発すればマリナーズに勝つチャンスがあるような、それぐらいですね、毎試合毎試合試合を作ってくれたイメージがありますし、マリナーズ打線がリーグ下から数えた方が良いような状態でしたので、成績の割には14勝止まりとはなっていますが、個人的には20勝近くしてもおかしくないような、それぐらいですね、素晴らしいピッチングを1年間見せてくれましたね。この結果、岩隈選手はサイヤング賞投票で3位に入るなど、 MLB 全体で見てもトップクラスの先発投手の仲間入りを果たした、そんなシーズンだったんじゃないのかなと個人的には思っています。続く2014年は開幕直後はですね、ちょっと怪我の影響で離脱していた時期もありましたし、また終盤は打ち込まれるなど、2013年ほどの活躍はできなかったんですが、それでも自己最多の15勝、防御率も 3.52 と活躍し、プレーオフ争いを繰り広げるマリナーズ、この年は1勝足りなくてプレーオフ進出を逃してしまったんですが、そのチームの投手陣を本当に支えてくれた存在でしたね。翌2015年は開幕からちょっと調子が悪くてですね、でさらに怪我の影響で2ヶ月ほど離脱する期間もあったんですけれども、復帰した岩隈選手、 MLB の歴史に残る快挙をこの年成し遂げました。
それがこちらの皆さんご存知ノーヒットノーランですね。2015年8月12日オリオールズ戦で岩隈選手ノーヒッターを達成しているんですが、これはマリナーズ史上5回目のノーヒッターでして、達成した選手の中にはランディ・ジョンソンやヘルナンデスなどそうそうたるメンバーが含まれていますので、まあ、ここに岩隈選手が仲間入りしたわけですよね。日本人選手としては野茂英雄選手以来2人目のノーヒッター達成となったんですが、この日の岩隈選手は本当にですね、ほとんどオリオールズ打線に強打されることなくノーヒッターを達成した記憶がありますね。大概のノーヒッターや完全試合は、まあ、1本か2本ぐらいはヒット性の打球があって、それをバックが盛り立てるということが結構多いと思うんですけれども、岩隈選手のノーヒッターに関してはほとんどそういったことはなくてですね、まあ、強いて言えば最終回にカイル・シーガーがファールフライをうまく取ったというところぐらいだと思うんですけれども、まあ、ほとんどですねこの日の岩隈選手は完璧な内容でしたね。で、岩隈選手のノーヒッターといえば最後のバッターが非常に面白くてですね、最後のバッターがヘラルド・パーラだったんですね。パーラといえば今年巨人に入団している選手なわけですけれども、岩隈選手がノーヒッターを達成した時の最後の打者と現役最後の年にチームメイトになるというのは何か不思議な縁のようなものを感じてしまいますね。そしてノーヒッターという偉業を達成した岩隈選手は2015年のオフに FA となりました。直近2年間で故障もありまして少し評価は落としてはいたんですが、ただそれでも先発投手の中での注目 FA としてどの球団に行くのかというところは非常に注目されていて、マリナーズもなんとか岩隈選手を残留させようと動いていたんですけれども、ただドジャースが3年総額4500万ドルという契約をオファーして岩隈選手のドジャース移籍が決まりかけますが、メディカルチェックで健康上の懸念が生じまして、ドジャース側は3年総額4500万ドルという契約を一旦破談にして再構築することを検討し始めました。岩隈選手にとって3年目が保証されていたことがドジャースとの契約が一旦は決まりかける、まあ、要因ともなったようなんですけれども、この3年目というところが怪しくなった結果、一転してマリナーズ残留という道を選んでくれました。マリナーズの GM になったばかりのジェリー・ディポトがフロントのホリデーパーティーの挨拶の中で岩隈選手の残留をある種サプライズのような形で発表したんですけれども、パーティー参加者の反応がなかなか良くてですね、本当に喜んでいる様子が伝わってきましたし、またファンも岩隈選手の残留が決まった時というのは皆本当に喜んでいた記憶がありますので、まあ、それぐらいですね岩隈選手はシアトルで愛されていた、そんな存在の選手でしたね。そして迎えた2016年は投球内容こそ、まあ、防御率も4点台と岩隈選手らしくないピッチングが続きましたが、それでも200イニング近い投球回を投げまして、プレーオフ争いを続けるチームを支えてくれました。9月14日のエンゼルス戦では7回途中1失点の好投で MLB では自己最多となる16勝目を岩隈選手は挙げましたね。この時期のマリナーズはバチバチにプレーオフ争いを繰り広げていましたので、こういったところで岩隈選手がきっちりと1勝を拾ってくれたのは本当に大きかったんじゃないのかなと思いますね。ただまさかこの試合が岩隈選手の現役最後の勝利になるとは、まあ、ちょっと予想はできませんでしたね。ここから4年間岩隈選手は MLB そしてプロ野球の一軍で勝利投手になっていないわけですから、まあ、随分と時間が経ってしまったなと思いますね。0勝に終わった2017年も、まあ、惜しい試合はあったんですよね。4月9日のエンゼルス戦なんですが、この試合岩隈選手6回1失点の好投で勝利投手の権利を得てマウンドを降りて、でチームも大量得点を挙げて9回裏の時点でマリナーズ9対3とリードしていたんですね。ただここからマリナーズのブルペン一気に崩壊しまして、イニングの途中からはクローザーのエドウィン・ディアスも投入したんですが、エンゼルス打線の勢いを止めることができず最終回7失点を喫して大逆転負け、岩隈選手の勝利投手は幻となってしまいました。あまりにひどい形で勝利投手を消されてしまいましたので、少しぐらい怒ってはいいところだと思うんですが、試合後の岩隈選手、これが野球と誰を責めるわけでもなく割り切っていたのが非常に印象的でしたね。ただあそこで勝てていればなと思わず思ってしまうのが、この年の5月に岩隈選手右肩の炎症で故障者リスト入りしまして、ここからですね岩隈選手の長い長い怪我との戦いというところが始まったんですね。結局怪我の影響で17年シーズンは残り試合を全て欠場することとなってしまいましたし、翌2018年はマリナーズとマイナー契約を結んでメジャー昇格を目指しましたが、こちらもまた怪我の影響で MLB の舞台に戻ることは叶いませんでした。そして18年の9月、岩隈選手は日本球界復帰を表明しまして、岩隈選手の7年間のメジャー生活が幕を閉じました。ということで岩隈選手のマリナーズ時代を振り返ってきましたが、本当にですね2010年代のマリナーズを支えた選手だなと改めて感じさせられましたね。岩隈選手がいなかったらこの時代の先発ローテーション本当にどうなっていたんだろうと思うぐらいチームに欠かせない存在でしたし、またファンとしても5日に1回岩隈選手の素晴らしいピッチングを見ることができたというのは本当にとても幸運なことだったなと感じています。獲得当時の期待値と実際の貢献を考えますと、
マリナーズという球団市場の中でも最高の FA 契約の一つだと個人的には考えていますし、まず間違いなく2010年代のピッチャーの FA 補強としては岩隈選手を獲得したというのはナンバーワンの補強だったんじゃないのかなと私個人としては考えています。長い現役生活本当にお疲れ様でした。そしてもしチャンスがあるのであれば、岩隈選手の抜群のコントロールと投球術というところをマリナーズの若いピッチャーに将来的に伝える立場になってくれないかなと個人的には少し期待しているところです。岩隈選手の次のステージでの活躍を期待しながらこの動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。